どうも、春大メンバーの星かけるです。今回はどんな企画かと申しますと、なかなか同じ大学群から行かない企業に行った2人のお話し会をしようと思います。はい、ということで自己紹介の方お願いします。はい、はじめまして、専修大学の佐生うななかと申します。よろしくお願いします。お願いします。佐生さんはどういった企業というか、はい、どういったところに行きたかった？あんまりこう行きたい業界っていうのは絞らずに、まあ、インターン先行った中で自分がこう肌が合うなって思ったところに就職したいというふうに考えていて、最終的には4社から内定をいただきました。ああ、すごいですね。いい社もう決めたんですか？はい、日系の SIR ですね、に就職を決めました。結構納得いくというか、一番行きたかった企業っていうこと？そうですね、私が、まあ、やっぱり就職活動する上でこれはこうだといいなみたいな条件はあったんですけど、それはもう本当に全てクリアしている素敵な会社だなと思ってます。いや、良かったです。それはめちゃくちゃで、僕も実は行きたい企業があって、結局ベンチャー企業だったりスタートアップのコンサルの会社だったりとか、あとは SIR の会社であったりとか、あと人材系の会社などで決まっていて、結局行きたい企業ことができたので、すごい良かった。職種も行きたい職種っていうところを選ぶことができたので、そう、うまくいった方なのかなとは思っていて、なので今回そういったところをお話しできればと思います。まあ、就活って、まあ、ガクチカとか聞かれるじゃないですか。はいはい、なんか僕たちみたいな大学群の人って結構強いエピソード、話せるの強いエピソードって必要だと思いますか？そうですね、やっぱり少なくとも偏差値の高い大学と比較すると、大学入学時点ではどうしてもこう負ける部分みたいなのができてたと思うので、その分大学でこれだけ頑張りましたっていうアピールは必要になってくるのかなと思います。確かにね、そうなんだよね。ちなみにその学知か学生時代に力を入れたことっていうところだと、佐生さんどんなこと話されたの？そうですね、一番多かったのは、私の塾講師時代のエピソードになるんですけど、塾講師結構あるあるなイメージ。あるあるですね、はい、私自身は個別指導学習塾で働いていて、ある時ひょんなことから不登校の中学3年生の女の子を担当することになったんですよね。で、親御さんの当初の目的としてはやっぱり高校受験に合格させてほしいみたいなところだったんですけど、もう私がその子の様子を見て、まず最初はその受験合格よりもまず人と触れる楽しさを知ってもらう必要がある、その次に学ぶ楽しさっていうのも知ってもらう必要があるっていうふうに考えたので、遠回りにはなってしまうんですけど、そういうふうにその子に寄り添って、じゃあ何が一番必要かっていうのを考えながら、実際にこう指導していった結果、その子の勉強に対するモチベーションも上がったし、はいはいはい、受験合格もしましたみたいな、そんなエピソードが一番こう話していたかな。でも結構あるくない？そのエピソード。どうなんですかね、面接してて感じたのはやっぱり不登校の女の子が、それだけこう人と関わるの好きになって、はいはいはい、で受験も合格したなんて結構大変だったでしょうとか、まあ、なんかそれだけこう私自身がこう人に寄り添って考えられるんだねみたいなところを評価していただいた部分があるかなと思いますね。あとはあれですね、このエピソードを話すにあたっても論理的に話していくっていうことは意識していたので、そういう部分で同じエピソードでも他の学生と差別化できたのかなと思います。確かに僕は結構部活とかなので、まあ、再現性がないかもしれないんですけれど、僕の部活動ではその最初僕が入部した当初に、まあ、1部リーグ7部リーグとかその1部の方が強いみたいなのがあるんですけど、まあ、それであるリーグから、まあ、この2部リーグをさらに上げて何部リーグもできましたみたいな、どうやってそこまで行ったかみたいな時に、自分がやったこと、こういう課題があって、こういう課題を発見して、だから僕はこういう行動をとって、その結果そういう風に試合勝てるなって2部上がりましたみたいなところで話したので、僕はちょっとエピソードが地味に強いみたいな感じなんですけど、話しやすいエピソードがあったっていうのがあるんですけど、ただ意識したことはもちろん話しやすい、伝わりやすかったりとか間を意識するっていうのはもちろん大事だと思っていて、そこに加えて僕一つネックだったのがキャプテンじゃなかったんですよね。副キャプテンでもなくて、おー、そうなんですか。何もなかったんですよ。1プレイヤーだったの。だからちょっと聞かれるの、キャプテンなのかなとか、それがすごい嫌で、だからちょっと僕はちょっと高校の話も実は持ち出してて、高校の時にキャプテンとかやらせていただいて、ただすごい挫折があって、
でなかなか大学ではうまくいかなくてそういう立場だったんですけど、ただその立場からできることっていうのを見つけていってやりましたみたいな感じでちょっとうまく利用してたっていうのがあったんで、意外と実は大したことないなと思うところとかもちゃんと深掘ったりとかちゃんと話せると意外と強いエピソードになるのかなと思ってますね。なんか今星くんが話していた中でそのこういう失敗がありましたとか、こういう挫折があったけど、うん、こう頑張りましたみたいなのは結構面接官の方々にとって受けがいいというか、受けいいよね、ちょっとしんどいことがあっても頑張れるみたいなのは、ね、やっぱり評価されやすいかなっていう印象はありますね。そうだね、人間に深みが出るよね。そうですね、確かに人間らしさが出ますね。出るよね。確かに。なんで僕は自己 PR のタイミングで入れてました全部。もう突っ込まれたいかったんで、高校の時きつくてとかの大学は頑張ってみたいなところを話してましたね。今話したと思ったのが、話すときにロジカルに話したりだとか、ちょっとこの子頭いいのかな、結構いい人なのかなっていう風に話すのすごい大事だなって思ってて、なんかやっぱり学歴関係ない人もちょっとは気になると思うんですね。ときにこの子なんか話し方とか説明はすごい分かりやすいし、もうすごい雰囲気いいし頭いいのかなって思わせれると、なんか最初こんぐらいの評価だったの一気になんか上がるんですよね。この間ちょうどコンサルタントの方とお話しする機会があったんですけど、はいはいはい、同じようなことをおっしゃっていて、やっぱり ある程度こう偏差値の高い大学、学歴のいい大学に行ってる子たちは逆にできない時、何々大学なのにできないって。いや確かにね、逆にちょっとまあ私たちぐらいだと、あ、この大学なのにこんだけできるんだって、確かに、ね、そのギャップの使い方は大事かなと思います。確かにおっしゃる通り。あとじゃあ学知科で多分一つのエピソードをメインに話したと思うんだけど、まあ、それ以外にもなんかいろいろ経験してたりしてたんだっけ？そうですね、結構私自身チャレンジすることは好きだったのでいろいろ経験したんですけど、1個目がゼミ活動ですね。私のさっきの学知科だとチームプレイで頑張れる子だっていうことをアピールしてたので、はいはいはい、チームで何かやったことありますかって聞かれた時はゼミナール関係のことを話してました。あ、2つ目がインターン活動ですね。私自身長期インターン生として活動していたこともあったので、まあ、そこでこんな社会経験積みましたっていうお話をしたりだとか、あと3つ目がちょっと学知科とはずれるんですけど、私小学生の頃から英語の学習を結構一人でやることが多かったので、まあ、そこでちょっと何でしょう、一人でコツコツ努力することもできますみたいなことをアピールしたいときはそのエピソードを持ってきたりしてたかなと思います。あ、すごいっすね。まあでも佐生さん結構いろいろやってる方だなって思うんだけど、はい、それって結構大学内だと珍しい方だったりする？おそらく珍しい方だったのじゃないかなと思いますね。一つ言えるのはやっぱりこう大学内で就活早めにやんなきゃダメだよとか、うん、就活のために行動しなきゃダメだよっていうアナウンスが全然ないので、確かにどうしても意識づけはされにくいっていうのはあると思います。確かにね、まあ、就活も含めさ、インターンっていろいろやってる中で思ったけど、偏差値高い大学の人って周りがやってるからやるんですよね、うん、何でもかんでも、うんうん、とかあとは一定なんか焦りがあるらしくて、うん、周りがこんだけいいとこ行ったりとか、うん、親に期待されてるからせめてこんぐらいは行かないとみたいなのがあるらしくて、それがあんまりないですよね。ないですね。周りに影響されることもないし、うん、プレッシャーもないみたいな感じだから、うん、まあ、結構ゆっくりやるし、僕も結構ゆっくりだったんですけど、うん、正直まあそんなにキャリアについて考える人っていうのは少ないのかなっていう印象は、人によっては本当違うんですけど、うん、受けますね。佐生、うん、さんはいろいろやってたと思うんですけど、なんでそんなにいろいろやろうって頑張れたんですか？そもそもなんでそうやろうと思ったんですか？それは圧倒的な理由が一つありまして。圧倒的な理由が一つありまして、まさに大学受験の失敗なんですよね。私自身は大学受験生の時は全然こう目的を持たずに結構適当に勉強しちゃってる方だったのかなと思うんですけど、まあ、それで正直思うような大学には進めてないっていうのがあって、それがやっぱすごい悔しくて、でじゃあ次挽回できるステップどこだって考えた時に就職活動だったので、就職活動では絶対悔しい思いしないようにその準備を進めようっていう気持ちは強かった気がします。僕も結構そう、まあ、ちょっと違うかもしれないけれど、大学付属で僕の地筋大学行ってる人いないんですよね。なんで結構大学に対してのコンプレックスとかほぼなかったんですけど、ただなんかやっぱ中学校の時とか自分より偏差値で言うと低かった人たち
が自分より上の大学に行ったりするんですよ、大学入るタイミングで。僕付属だったんですけど、それで結構言われるのが腹立ってて、うん、こいつら理解したろとか理解したろってありますよね、理解したろとか思って、うん、だから大学で部活入ったんですけど、それは高校の時悔しかったから入ったのが 5,6 割、あるんですけど結構、うん、とはいえやっぱ部活って結構、就職活動において有利かなと思って始めたところもあったので、うん、そこであったりとか、あとはインターンの履歴書とか書いてるタイミングで、あれみたいな、ボランティアやったことないから埋められないなと思って、それが悔しくて、ちょっとボランティア行こう、でもしょうもないやつ行ってもなと思ってカンボジアボランティア行こうってなったりとか、あとは長期インターンに関しては、まあなんかなんとなく周りの話したら一人やってる人がいて、専修大学の中からやってる人がいるのであれば、それは最低限やっておくべきことなのかなって勝手に思ってて、だから勝手に探して始めたりっていう感じなので、一定焦りと反骨精神ですね。ありますよね。ある。まあ、だからそのエピソードがある人っていうのは、多分エピソードを見つけて、ちゃんと自分のことを理解して見つけて、それが相手に伝わるように話したりとか、ロジカルに話せると言っていいのかなって思ってるんですけど、とはいえない人っていると思うんですよね、エピソードが。そもそもそういう人ってどうすればいいと思います？難しいけどね、この質問。まあ、いろんな人がいると思うんですけど、ちょっとでも時間があるなら何かやってみなって言いたくなりますね。本当に何でもいいと思ってて、何かしら頑張った、絶対頑張るとどこかで挫折とかちょっとうまくいかないことがあると思うので、それをどう乗り越えたかとか、そういう話ができるのが強いと思うので、ちょっとでも時間があったら何でもいいからやってみなっていうのが一番言いたいアドバイスですね。あ、そういうことね。大学3年の夏ぐらいのタイミングであればさ、そこから始めてなんかできるじゃない、でも大学4年生の例えば3月ぐらい、確かに結構みんな3月ぐらいに始めると思ってるんですよ、僕。大学院、専修大学の人です。確かに、そうか結構僕も本格的に始めたの3月ぐらいなんで、あと ES 出すの締め切りが3月の末までのやつが結構多いじゃない、ですね。となるとやっぱ3月ぐらいのイメージがあって、3月始めちゃってるから、確かにそっからだと。あとはやっぱ自分をこう振り返ってみるのは大事ですかね。結構就職活動して思うのは、大きなことをしましたっていうよりも、何かやった時にこう頑張りましたとか、こういうふうに考えましたとか、いわゆる結果よりもそこまでの経過を見る企業さんがほとんどだと思うので、まあ自分が今までしてきたことを振り返って、少しでもそういう経過の部分で評価してもらえることがあれば、そこについて深く考えてみるっていうのは一つ手かもしれない。確かに確かに、今のタイミングの大学3年生の人は今から、結構一番安牌なのが個人的に長期インターンだと思ってて、なんでかっていうと分かりやすくて、かつ誰でも始めれる、ほぼバイトみたいなものなんで。だけど他の人とちょっと差がつきやすいイメージがあるから、今大学3年生で何も分かんなくて具体的に何しようっていう人は、結構もう長期インターンとりあえずやってみるの結構おすすめだと思ってて、あとは、まあ、本当にない人はもう3月の頭でもいいので、初めて今やってます、で今こんな挫折があるけどこう解決しようとしてますっていうのも、結構ギリギリの話にはなっちゃうけど、そういうのもありだったりするんですかね。確かに3月じゃないけど、例えば今だったら8月ぐらいになってくると思うんですけど、だから実際に今から始めるのは遅くないような気がしますね、思います。なんかその就職活動の中で学歴コンプレックスじゃないですけど、まあ、学歴フィルターか、みたいなところって感じたりしました？いや、ないですね。あ、やっぱないんだ。はい、始まってしまえばこっちのものというか、へー、やっぱりしっかり企業さんは中身を見てくださってると思いますし、自分の実力次第っていうところは結構大きいんじゃないかなと思ってます。いや、確かにね。ES 落とされるとかさ、ないの？いや、ES しょっちゅう落とされてましたよ。あ、そうなんだ。学歴が理由っていうよりは、私自身まだまだ実力不足というか、もっと磨かなきゃっていう気持ちが強かったです。偉いね。いや、本当にすごいね。グループディスカッションとかさ、グループメイトとかでさ、KO、早稲田みたいな、あるじゃない、はい、あれとかなんか思わなかった？いや、もうむしろガッツポーズでした。そうなんだ。こんだけ KO、KO、早稲田って並んでる中に自分がイケてるって、あ、自分そんだけ認められてるんだっていう気持ちがあって、ね、むしろ自信が
つきました。確かにね。とはいえ学歴フィルターは、まあ、あるところはあると思ってるんですけど、ほぼないと思っていて、うん、なんで最終的に合格内定した人の中で一等コマセンとかの割合がすごい少ないかっていうと、僕は完全にそもそもみんな受けてないっていうところ。あー、あると思います。あんま受けてないよね、うん、あとなんか結構よく聞くのが、いやどうせ受かんないしなみたいな、うん、聞くので、まあ、受けてない、うんうん、かつ学歴のせいにしてしまうと ES とか落ちた時に、いや学歴落ちたしなみたいな、学歴だしなってなっちゃうと ES 変わんないんですよね。うん、もったいない。そうってなると結局受かんないのも終わっちゃうっていうパターンがあって、うん、だったら学歴でもどうしようもないので、うん、そこは一回置いておいて、じゃあ ES 良くしないととか、また別の問題点探し直していくと確実に良くなると思ってて、うん、それができるとほぼ学歴フィルターっていうのはない。気持ちの問題かなってすごい思いますね。それは本当おっしゃる通りだと思います。学生が思ってる学歴フィルターと企業が思ってる学歴フィルターでいうと、学生の方がなんか思いが強いという、強いね、強い、すごいこう気にしすぎな気はします ね、うん、学歴があんま高くないのにもかかわらず SPI が低いと、あ、じゃあこの子は頑張れないんだなって、うん、僕が面接官でも思っちゃうから、うんうん、研修大学ですって言うとおそらくちょっと舐められるんですよね。ああ、専修大学ねみたいな。でもそこで